レジャー四季くん、どうしてそんな、レナ先輩と仲いいの？なまら裏山なんだけど。実は夏川先輩、俺の家のお隣さんだったんだ。だから一緒に来てたんだ。うん。あれ、どうしたの冬木さん。あ、なも風邪とかじゃないのに胸がモヤモヤしたり息苦しくなったりすることある？変なものでも食べた？やば、違うし、うん、もういいよ。あれ、ツバチじゃん。なしては服てか一緒にいるのは、あら、みーピンチ、ツバチが女の子とデートしてるよ。キャー顔持ち。